ことぶきロータリー、国道426号より、ことぶき公園に立つ、豊岡町畜生理費と中江種造銅像地図受ロータリーは、兵庫県豊岡市にあるロータリー交差点。2013年11月30日までは、日本でも数少ない国道上にある、ロータリー交差点であった。国道のロータリーとしては他に、沖縄県の糸満ロータリーがある。大正時代に、 パリのエトワール広場を参考に作られたもので、円形に敷かれた二車線の中央部に、ことぶき公園が整備されており、その中心に、豊岡市の上水道建設に、多大な貢献をした中江草作りの銅像が立っている。市道が交差する六サロとなっており、豊岡駅や大開き通りなど、豊岡市内の中核部をつなぐ役割を担う。二0 1三年十一月三十日までは、 ロータリー内全線は国道426号に指定されていたが、豊岡バイパス完成に伴い同年12月1日より国道指定から外れた。1922年5月11日に上水道が付設されたのにちなみ、毎年5月11日には中円草作りに感謝の意を捧げるとともに大切な水への感謝を込め水道祭りが行われている。 ロータリーからは、竹野伊豆市方面、洋伏市方面、豊岡駅、大開通り、豊岡郵便局、中央公園へ向かう道路の、計6本の車道が分かれている。ありがとうございます。